作事奉行とは、江戸時代に江戸幕府や諸藩に置かれた役職の一つで作事を司る。古くは、織田信長が安土時代に諸種の奉行を置いた中の一つに作事奉行があり、徳川幕府以前からある役職であったが、信長の奉行職はほとんど臨時職であり、常時職ではなかった。江戸幕府の作事奉行は、大工頭をはじめ東梁閣を士分として処遇する。 ことにより、建設技術者集団を統率し、江戸城の維持、補修に当たった。不審奉行、小不審奉行と合わせした三奉行と呼ばれた。寛永九年設置。老中の支配を受け、初代部役で、役高は二千国。定員は二名。電中席は、不要の間。幕府における造営修繕の管理を司った。特に木工仕事が専門で、大工。 細工、畳、植木などを統括した。漢文2年からは1名が、注文改め役を兼任した。南土口と中野口門の間の胸の一番端の目付部屋の隣に本部が置かれた。下役に、京都大工頭、大工頭、作治家奉行、畳奉行、細工諸島、勘定役、頭取、作治片飛官、河原奉行、植木奉行、 作字方には作などの役がある。作字奉行を無事に務め上げた者は、大目付や町奉行、環状奉行などに昇進した。諸藩でも作字奉行職を置く藩が存在した。ただし、仙台藩において作字奉行を後年に廃止し、廃下の作字方は出入し直轄とするなど廃止された場合もある。ありがとうございます。